はい、まあでもやっぱり秋葉原勢も新宿勢に負けずと頑張ってるのはすごい。ダメな方なんでしたけど、この前アリオニアリオニ、それでは続いて見ていきましょう。引き続きジョウスケさんがスーピーガー、そしてワンピーガーには、前回もやってくださいましたラグナイス界のアリオジさんの2組で2名でやっていきます。これは前ビーにオーバードレーブ合わせてめちゃくちゃ減っている。5000ぐらい減ってますね。そうですが、うまく捕まえたか。そう、いつの間にかラグナのターンになっている。いやー、裏で取る。シャーが見たかった。座翼方天陣飛んできて、これはどうだ、ギリガードが間に合うがカウンターされた。さあ先ほどのミスがどう影響してくるか。ブラッドサイズクラッシュトリガー当たってしまう。そうタイムアップでまず第1ラウンド奪っていくわ。有吉さん、さあ展開早くウロボロスを使い相手を動かしていくが、有吉さんも巻き返しがかなりうまいですね。立ち合いから拾える、ジャンプしたシール決めていく。これで 1-1。なんだそれ。ジャンプシーカウンターから、タシオギレ素晴らしい、めちゃくちゃうまいですね今の。投げは飛んで逃げていくが、クー投げは空を切る、ジャカツで下がっていくが、ジャンプし許さない、グラッドサイズは少し怖い。中段下段は耐えていたが、しゃがみ回しを食らってしまう。出っ放し狩りバースト吐いて
ウロボロスジャイアク大天神しっかりと決めたかったが一瞬の隙最後まで諦めない心まず第1試合目を奪っていくわアイオジさんのラグナさあ2試合目は残影が甘く逃げて立ち身からさあやっぱりこの巻き返しがうまくできているのが大きく影響してますねじゃあ後天神もっと残ると思いきや倒しきれそうバーストいてここで諦めないまださあいい方向に傾いてきたジャンプCの3段目が当たり第1ラウンド奪っていくはジョウスケさんエクシードアクセルで画面端工夫投げ狭間側が入っていったように見えたがこの画面端どうしのぐかオーバードライブ何かが出なかったかジャンプシーから触ってディバイダー警戒は逆に呼んでいる11マビートスウェイレパガリを見せていき許さねえよとこれは減りそうだけどジャクチが最初これで取り返し11
The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. No, ジャンプディをうまくかませて、まだある、まず一本取っていくわ。ジョウスケさん、2ラウンド目は一気に画面端畳み込める。さあこのラジナの攻めをどうしのぐか。オーバードライブからしゃがみ当てて、いやきついぞ。タッチを取る。オーバードライブ。バスト。ああこのゴムな体力。なんとかして触っていきたいが、ジャンプシーから降りてくる。逃げながら殴っていきたいが、逃げる逃げる。この画面走り前転投資、一気に流れが変わるか。ラグナーいけるか。体力をほぼ奪い返し、これはバースト間に合う。よく反応したな今。まだあるが、まだある。暗い逃げは許さない。これで2対1。さあこの2対2の状況、
サブロックですから流れ奪い、熱波は許さないと見せておきながら、さあオーバードライブを使って攻めていきたいがインフェルノディバイダーと拝めていく、バリアジャンプから近づきたいがうまく逃げていく、ジョウスケ選手最後の中段残ってきた、第1ラウンド奪うはジョウスケ選手、耐えているがダッシュ前に崩れてしまう、オーバードライブディバイダーを読んでいる、下段だけさあこのまま押し切れるか、オーバードライブウロボラスから攻めたいがうまい、あっと出ないか、前は目の前で空を切るが最後はしゃがみで大丈夫かな、さあこれで3対2、ジョウスケさんの狭間が一歩リード、さあ続いてここをジョウスケさんが取るとかなり惜しい、さあチクチクとダメージを奪っていく、第1ラウンドパーフェクトでジョウスケさんが奪い、さあいやらしい崩しもガードしている、ブラッドサイズにはしっかりとスライドバリアで対応していく、マービーは立っていて、投げが飛んでくる、金実は足りる、素晴らしい1対1、後ろに回った空投げ、ブラッドサイズは空中ガード、逃げたいが捕まってしまう、
バイク崩れしは気まずい感じになってしまって、さあですが攻めているのは有吉さんのラグナさあこのオーバードライブどこまで浮かせるか、空投げは少し早かったか、いやーオーバードライブと EA の違いなんでしょうか、相打ちカウンターされてここで使う、さあこれはパス、なるべく上を、うま空投げ置いていた、これで3対3、ジャイオクが前ビーにバケットしまったか、タチウム落として、ジャガイは潰され、クラッシュトリガーダメージを伸ばす、ダウンを奪わなかったところを空中剣からウロボロスで触っていく、さあこれはしゃがむくらいなので、いいよ、巻きながら触っていくが、ここでうまく触れるか、触れた、うおー、またもや空投げ置いている、距離宅は許さない、開幕は上りジャンプ9対9、競り勝っていくのは狭間川、強気に打っていく、打掌客からは拾いが難しいか、今これは8試合目っす、頑張るね、キスこれはタルベ、さあリーチをかけていく、アリオジラグナー、何
今4対3です。さあこのリーチどううまく使えるか。対する上杉狭間どう抗えるか。なかなか見ていきましょう。はい、8試合目オーバードライブで見ていくがレッスンが冴えて空中で受け身を取らせて読み合っていく。触れて好きなターンがやってくる。立ちエースかなげアマゾネスを披露して、さあ何回も窓を受け身を取らせてバーハストは呼んでいる。さあリーチを受ける、アリオジラグナさあこの猛攻しのぎたい。タチエスカナが飛んでいる。しゃがみ屋で暴れを潰して割り込める。惜しい、うまっ、これはでかいんじゃないか。しゃがみ D 対空からハーデスを使い画面端へとバーハーストは呼んでいく。勝っていくのはリュースレグナーというわけで、この組み合わせは5対3アリオジさんの勝利となります。おめでとうございます。さあではやっていきましょうか。行きやがった。